はい、それではね、最後、煽りと俯瞰がなんか書けない人が陥るパターンっていうのを紹介していきたいと思います。これはね、顔でも体でも同じことが起きてるんですが、今回は顔でちょっとご説明させていただきたいと思います。顔煽り OK からいきます。ちょっとね、後ろにカンペがあるんですけど、はい。煽りの書き方はまあね、こう、まず目の位置が右上上がりの線あたりを書いて、で、こっちが下に下がる。まあ箱をイメージするわけですね。で、中心線があると。で、顔があって、こうザクッと書きますね。で、目がこうあって、まあ鼻とか口が上の方について、耳がまあこう下の方にね、キュッと降りてついて、顎がこうつながってっていう。で、まあ、額。これはもう、パースを勉強された方であれば、ほぼほぼ、まあ理解というか理解はされてるし、知ってることだと思います。そして、なんかうまくパースがついた顔が描けない方も、この知識はついてると思います。そうなんです。この知識を持っているにもかかわらず、なぜかうまく描けない。そういった方一定数いらっしゃいます。それがなぜかの話をします。それがこちら、顔 NG の話をします。顔 NG ね、煽りの。ちゃんと目を右上上がりに当たりを私書いてますと。はい。でも書けません。さあ、何が間違ってるか。それは中心線です。中心線の引き方が違ってます。まっすぐ引くのが中心線なんですが、中心線がこうなってる方が多いんです。これはもう人間あるある、 A じゃないです。これはね、もう人の感覚的に絶対こうなります。パースって本当に人の感覚からずれてるというか、普通に人間が生活していく上ではすごくそのおかしなことなんですよ。感覚的に普通の人間であればこうです。ここが90度になるように線を引いてしまうと。これが人の差がです。で、どうなるかというと、こう引いちゃうので顔の輪郭もこうなっちゃうんですね。でも目はちゃんと右上上がりにこうついてるはずなのに、目自体もだからちょっとこっちの斜めになってると。パースがついてるんだったら本当はちょっと目もこうなんなきゃいけないけど、全部こうなってる。で、まあ耳もどうしていいかわかんないんで、このまままっすぐのとこにこうついたりして、それでも顎があると。だってね。ですると結局どうなるかというと、ただただ少し首をかしげただけのようなキャラクターが出来上がります。こんな感じ、ちょっと首をこっちにかしげてるような、そういったキャラクターの顔になります。まあなんで逆に言うと、あのパースをつけたくなくて首をかしげたいだけならこう書けばいいというのはあるんですが、そういうことなんです。これどういうことかというと、ちょっと説明するとね、煽りの箱でもうちょっと分かりやすく説明します。まず箱を書きます。煽りの箱、右上上がりで、こうこうで、右下下がりこうですね。これがまあ煽りの箱の書き方であり、見え方であると。ちょっとまあパース怪しいけど、箱ですね。一方 NG の方はどうなってるかというと、箱でせっかくね、ここ右斜め上に線を引いたにもかかわらず、こう引いちゃってるんですよ。箱の面の部分を、ここをつい90度にしちゃってるっていう見た目ね。こうここっていうのはまっすぐ引かなきゃいけないんですよ。こうやって、それがパースです。でもついつい釣られちゃって、ここを90度にしようとして、こう四角を描いちゃうんですよね。そのせいで手詰まりになるんですよ。で、これちょっとこんな感じで右下がりになるものの、結局ほとんど煽れていない、こういった顔になるんですよ。わかります？ちょっと傾いた顔、こっちに、これは煽ってる顔、この差です。こういうことが起きてしまう。次、俯瞰の方も同じようにやっていきたいと思います。はい、こちら俯瞰、まずは OK シーンから。俯瞰の場合は目とかがこの今度右下下がり、こうですね。で、まあ耳の方上がっていくんですが、で、中心線です。輪郭が伴ってあって、まあ、目がこうついて、まあ、耳が上の方にちょっとついて、顎があって、
で、おでこがあって、まあまあまあ、ここ適当ですね。まあ、頭があると。まあ、こんな感じの見え方になるのが俯瞰です。正しい俯瞰。でも、つい失敗しがちな方、目をせっかく同じように、こう、右斜め下に引いたにもかかわらず、中心線がこうなっちゃう。そして、それにこう、つられるように輪郭もこうなっちゃう。すると、何が起きますかっていうと、はい、出ました。首をこちらにかしげてるだけの顔が出来上がります。さあ、どういうことか、箱で見ていきますと、俯瞰の箱、右斜め下下がり、まっすぐ、まっすぐ上がる、こうですね。こう、こう、こうです。これが俯瞰の箱の描き方、見え方。なのに、同じように、せっかく右斜め下下がりに線を引けたのに、こうしちゃうんです。あと同じですね。ここが90度っぽくなるようにこう書いちゃう。こういう箱になっちゃうんですよ。ちょっと俯瞰ではあるものの、首結局傾いてるだけの箱っていうんですか。こういう見え方になるんですね。うん。で、まあ、今回話したかったことがこれで、その目とかがね、右斜め下、右斜め上に目が来るっていうのが分かっていながらも、なぜか自分が書くとなんか変になっちゃう。うまいことその煽り俯瞰が表現できない方っていうのは実は結構いらっしゃって、でほとんどがこの現象が起きてる。ここの斜めっていうのは当然大事なんですが、そこだけじゃなくてこの高さ方向をちゃんとまっすぐ捉える、ここも合わせて大事なんです。こういった線に対してこう引くって人間の感覚にないんですよ。本当にないです。四角を描いてくださいって言われたら絶対こうなんですよ。図形的に人間の感覚って。それをこう引くってないんですよ。まあ出来上がったものを見れば、ああなるほどってなるけど、この次の一手をこう引くという感覚が人間には備わってない。普通に生活してる分には。だからこそ失敗してしまうと。そしてだからこそパースの訓練が必要になるということになるわけですね。ということで、さあ、パースの話いろいろやってまいりましたが、特にね引っかかりやすい部分、頭で理解はしててもついついミスりがちなものをね4種類今回用意してみましたが、いかがだったでしょうか。どれも絵を描く上でもうめちゃくちゃ大事になってくる、まあ、考え方なので、ぜひねあのパース付きの絵を描く場合皆さん取り入れていってみてください。それではお疲れ様でした。